ちは。こんにちは、中洲の魔王こと、お名前と、店名よろしいですか。中洲の有機品質に在籍してます新見真央と申します。今日売れっ子インタビューということで、OK、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。お願いいたします。真央さんといえば結構有名なのが、なかなか聞かない性病検査の提出義務と、身分証の提出義務があって、それを出した上で、お客さんが来ていただいているということですよね。はい、結構新しいのかなと思うんですけど、ただそれでももう今は10月の後半なんですが、2月末まで埋まっているという、はい、すごいですね。いや、とんでもないです。その秘密を今日は探っていければと思います。はい、これまでの経歴を簡単にお伺いしてもよいでしょうか。もともと学生の頃に飲み屋さんでバイトを始めて、団体戦に疲れてしまって。なるほど、キャバクラ的な。そうです、そうです。で、個人戦ができる、一番最初が本当に格安大衆のデリヘルさんだったんですけど、こう業種アップしたいなと思って、まあ、中級のソープさんに移籍して、で今のお店に至るっていう感じです。なるほど。じゃあどんどんこう金額としては高くなってきている。そうですね、ずっと上がり続けてます。ちなみに今の金額をお伺いしても。今が120分で8万円です。まあ、本当にこう中洲ではトップクラス。ちなみにお店での売られ方って何かありますか。多分ホームページを見ていただいたら分かると思うんですけど、店長コメントが多くは語りませんって書かれてて。そうですね、多分売られてない。売られてない。ちゃんと中洲最高峰って書いてありました。いやー、もうそれ多いです。ちなみに業界に入った時、最初の印象はどうでした。正直そのド素人でデリヘルに入って、闇金牛島くんみたいな世界を想像してたんですけど、意外とお店選びさえしくじらなければ割とクリーンなんだなっていうか、まあ、安心して働ける環境なんだなっていうのはすごく印象的でした。ご自身では誠に言いづらいことだと思うんですが、最高実績みたいなものありますか。めちゃくちゃ考えたんですけど、今のお店もそのランキング除外っていう形になってるので。なるほど。なんかこう自分で予約とかも取っちゃうので、最高本市率とか、こう本市名さんで埋めちゃうこともあるってことですか。そうですね、月によっては。それが 100% ってことですね。そうですね。ただまあ逆にリクエストもあるから、まあ、新規の枠も用意しているということですよね。はい、はい、ちょっとそれはでも規格外ですね。空き枠みたいなものも基本はないですよね。そうですね、多分、ちょうど貴賓室に入って最初の頃ってコロナが結構深刻な時期だったので、それを超えて今までの1年半ぐらいは基本空き枠はなしで。はい、素晴らしい。ありがとうございます。気になるのが初めから、まあ、売れていたのかってことなんですけど、どうですか。多分一番最初は正直本当にバイト感覚だったので、今みたいにちゃんと新見真央っていうものをブランディングしてお仕事として取り組んでるっていうよりかは、まあ生活に支障がないぐらい稼げればいいかなって感じだったので、売れるっていうそのきっかけ的なのは昼食をやめてこのお仕事で一本でやっていくって決めてからだと思います。決断した理由とかはあるんですか。お風呂屋さんが楽しすぎて。おー、なるほど。はい、ちなみにちょっと先ほど出たんですけど、はい、まあ、新見真央としてのブランディングということなんですが、どういう存在をこうイメージしてますか。あんまりその私お店のカラーに染まりたくないっていうのがあって、自己主張が強いタイプなので、どこどこのお店の〇〇ちゃんじゃなくって、そこの地域の〇〇ちゃんでいたい。おー、なるほど。貴賓室の新見真央っていうよりかは中洲の新見真央でありたいなっていうのが結構私の根本かなとは思います。中洲の真央、これはいつからですか。これは多分同業の女性が私の名前をもじって真央なので魔王みたいな感じで言われ始めたので、別に人間性が魔王とかではないです、多分。男気、がある方というか、受け入れる側の人ですよね。受け入れてもらう側という。確かに、私同業の女性からもすごく慕われているようなイメージが。いやー、なんか本当に私も予想外というか、そもそもなんか女性来店を始めたのが
こう質問箱とかで同業女性なんですけど会いに行ってもいいですかっていうのがちょこちょこ来てて、まあとりあえずやってみるかとはなったんですけど、こんなに来ていただけるとは思ってなくって、ありがとうございます、はい、今までのこうプライベートの経験、はい、このお仕事に生かされてることって何かあると思いますか。もともとこう遊ばれていた、そうですね、割とこういう関係が広い言い方ありがとうございます、はい、にまおさんが売れる理由について深掘りをしていければと思うんですが、はい、本指名の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、どこが好きで通ってくれてると思いますか。自分で分からなくて質問箱の方で本指名さんたちに募集したんですけど、はい、総括すると全部好きっていう、愛じゃないですか。全部好き、こう新見真央っていう人が好きで来てくれてるっていう人が多かった気がします。なんか詳しい具体例挙げてくれてた人は面、愛嬌、コミュ力っていう、全然あの技術とかがみんな書いてくれてないっていう意外と、はい、なんか結構お風呂屋さんで有名な方って割と技術推し、自らっていう方が多いようなイメージはあるんですけど、真央さんってそういうことあんま書かれないですよね。そうですね、まあ、一応高級なお風呂屋さんなので、その基礎の技術ができるのは当たり前だし、技術系が人が多いので、そこの土俵で自分が戦うのはちょっとリスキーなのかなって思って一歩引いてるっていう部分はあったりします。そこまでこう愛される、愛される、何か一個 あったりします。失礼接する、割と嫌なこと嫌ってはっきり言っちゃうタイプなんですよ。お客様に対してもえできんできんみたいな全然言っちゃうし、でも素で接してなんか本心でこうお互いにこれがしたい、私はこっちができるっていうのをちゃんとこう意見すり合わせた方が割と長続きすることが多くって。確かに確かに、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、接客で大切にしてることを教えてください。人を転がすことを楽しむことですかね。もともとですか。でもともとの性格もあると思うんですけど、多分めちゃくちゃ愛されたがりなんですよね。で、人を好きにさせるのってめっちゃ楽しくないですか。私は分かります。楽しい、うん、が多分私の接客の大事にしてることかなとは思います。ハンターなんですか。ハンターですね、口説く側ですね。でもそれってなんかこう自分から行くのが怖いなとかないんですか。でも特にその指名のお客さんとかでここに来てる時点で絶対自分のこと好きじゃないですか、うんうんうん、好きに決まってるのでグイグイ来ます。一切引かないです。だから多分こっちが引いちゃうとお客さんも引いちゃうと思うんですよね。でお客さんからグイグイ来てくれるケースってかなりレアだと思うので、もうこっちが行くしかないかなとは思います。なるほど、ありがとうございます。そしたら次ちょっと細かな部分なんですが、はい、写メ日記書かれてると思うんですけど気をつけてることを教えてほしいです。写メ日記はここ最近ちゃんとは更新してないんですけど、まだ新規集客をすごく頑張ってた時期はそのご新規様向けの写メ日記と本指名様向けの写メ日記っていう2つを分けて書くようにはしてました。一応ご新規様向けの方が自己紹介カードみたいな、なんか私はこういう性格でキャラクター性で、まあ、こういう容姿的な特徴があって、でこういうサービスができますよとか、こういうお客様におすすめなんですよみたいなのを、まあ、自分でアピールするようにはしてました。で本指名様向けの方は意外な一面みたいな、また会った時に話のネタにできるようなことを極力書くようにしてて、まあ、日常的なこととか内面のそこまでは話さないよねみたいなところを写メ日記でちょこちょこ出して次につなげるような努力はしてました。なるほど、ありがとうございます。次なんですが、はい、SNS 今 Twitter やられてますよね。そうですね、 Twitter のみですね。フォロワーは今どれぐらいになりますか。今が4万5000人ぐらいですね。4万5000人、はい、あの業界の中でもかなり多い方だとは思うんですけど、なんか SNS をやる時のコツありますか。写メ日記とは違って、Twitter の方ってどっちかっていうとお客様からしたらプライベートなコンテンツになってくると思うんですよね。なのでその営業的なツイートばっかりじゃなくって日常的になんかこうここのお店行ったよとかこれ食べたよとか久々に中洲のここ歩いたとか言ってで載せたりすると意外とあ、真央ちゃんが通った道みたいな感じで聖地巡礼してくれるっていう。そういうこう投稿があるとより身近にね感じれるか
しれないですね。そうですね、なんか特にその高級のお風呂屋さんとかって結構敷居が高いイメージがあったりとか、私もなんか写真のイメージが結構こうキリッとしてる印象なので、少し敷居を下げてあげるようなイメージでツイッターは運用してます。次の質問なんですが、まあ、これ女の子からのお悩みで結構多くてですね、直接的な、まあ、LINE 交換しかり DM でのやり取りで、めちゃくちゃ連絡が来て困ってますとか、まあ、なんかこう断れなくてどうしようみたいなお悩み多いんですけど、何かアドバイスってありますか？もう本当にアドバイスにならないんですけど、一切連絡をしない派なんですよね。予約のやり取りのみっていう風にもうルールを決めてて、基本的に個人的なやり取りは一切ないです。それででも送られてはきませんか？たまに思い出したかのように送られてきたりはするんですけど、返さないです。返さないです。返さないです。それでなんかこうちょっと不機嫌になられてしまったりだとか、まあそれこそまた来てくれなくなっちゃうんじゃないかとか。来ていいと思います。なるほど、来ていいと思います。やっぱりルールを守れないお客様は今後の関係性良くなることはないので、まあ、早めに見切りはつけるかなっていう感じで、ていうか本当に接客が好きだったら絶対会いに来ると思うんですよ。連絡がなかろうが、その営業ラインしなかろうが絶対来るので、そこはもう私は一切連絡は取らないです。ありがとうございます。お仕事をしていて辛い時ってありますか？意外となくって、接客も基本楽しいし好きだし、そんなに困ったお客さんが来るっていうこともなければ、まあ、悩むこともそんなにないんですけど、その女性来店をし始めてからちょっと思ったのが、やっぱり全国クラスの本当に上位数パーセントの売り上げみたいな子たちが来てくださるんですけど、自分に自信がなくなっていく。なんかそういうすごい人たちとお会いする機会が増えてしまったので、どうしても私の強みって何なんだろうみたいな感じで勝手に落ち込むことはあります。なるほど。そういう時はなんかこうどう回復をしてますか？冷静になる。冷静になります。なんか結局そのお仕事としてやってるのであって、何かの承認欲求のためにやってるわけではないので、一旦冷静になって、まあ今月これぐらい埋まってるしいいかなっていう、まあ妥協ですね。自分に妥協していく。それってすごい大事で、なんか比べなくてもいいところ、戦わなくてもいいところ、戦っちゃう子って結構多いなと思ってて、それをちゃんと割り切れるというか、もう土俵に立たないです。ありがとうございます。じゃあ逆に嬉しい時聞かせてください。でも接客してる時がずっと楽しいから嬉しいですよね。転職だって思いますか？めちゃくちゃ転職だと思います。だってわざわざお金を払って時間をかけて、しかも遠方のお客様方がすごく多いので、わざわざ飛行機で来てっていうのまでしてくれて、会いに来てくれてるので、まあ嬉しいに決まってますよね。会えたらそれだけで嬉しい。遠方の方が多いっていう話もありましたけど、月のご予約様方の9割ぐらいは東京の方です。そうなの？関東人が多いですね。それって出張とかだけじゃなくて、そのために来ますって？そうですね、日帰りでお風呂屋さんうちに遊びに来てすぐ帰るっていう方が多い気がします。すごい。飛行機代とかも。そうですね、できて、まあ、お金だけじゃなくて時間もかかるとは思うんですけど、それでも会いたい。ダメなんですね、他の子じゃって思ってほしいですね。次の質問なんですが、イケイケの時の自分に伝えたいことありますか？好きなように売れって言いたいです。か、一番始めたての頃って本当にこう業界のことも知らずっていう状態だったので、どうしてもその理想像みたいなものをずっと追いかけてたんですけど、結局自分の好きなことをして売れるっていうのが一番楽しいなっていうのに気づいて、なのでもしド新人の頃に会えるんだったら言いたいですね、好きなように売ってくださいって。なんか今日お話を聞いてて、お仕事を楽しむっていうのって全然こう悪いことじゃないんだなというか、まあ、本来いい、ね、絶対いいことなんですけど、
なんか苦労しないとダメだとか、うんうん、なんかちょっとあるじゃないですか。ありますね。だけどそういうのじゃなくて、本当に楽しむことっていうのが全部いい方向につながっていくんだなっていうことが勉強になりました。とんでもないです、うん、じゃあ最後の質問なんですが、はい、今後の目標あれば教えてください。だいぶやり尽くした感は出てきてしまったんですけど、うん、もうこの先はこう自分がなりたい自分になり続けようかなと思ってます。具体的な数字とかじゃなくって、こうもし自分が男性だったら私を指名したいって思えるようなキャストになり続けたいなと思ってます。いや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。これからも頑張ってください。